こんにちは。Adobe Creative Residency 2019の中田拓磨です。今回のテーマは What's the value? レジデンシーを通じて本当にいろんなチャンスを得てきたのですが、一番大きかったのは、本場 Adobe Max の2日目、夜に行われるナイトパーティー、Max Bash で映像インスタレーションを展示する機会に恵まれたことです。自分は初めて2年前に Adobe のインサイダーとして Adobe Max に連れてってもらったことがあるのですが、その時になんかここで何かやりたいって夢見た場所で、まさかレジデンシーになったことでこんなにもすぐチャンスが回ってくるとは思ってなかったので、本当に嬉しかったです。で、Adobe はご存知の通りすごく大きな会社です。でクリエイティブレジデンシーはその大きな会社の勇敢な人たちが運営する一プロジェクトに過ぎません。なのでレジデンシーになることですぐにこういうチャンスが舞い込んでくるわけではないです。これは期待しないでください。本当に数少ないサンフランシスコオフィスへの訪問や Adobe Japan オフィスへの訪問などを経て、自分で自分のやっていることややりたいことをプレゼンし、チャンスを自分の手で掴む必要がありました。他にもトークやメディア露出という機会を、本当に働き者なレジデンシーマネージャーたちが日々自分たちに合うようなプロジェクトを探し歩いてくれていて、そこにアサインしてくれたりします。で、そこで若手のクリエイターとして自分の制作スタイルや働き方について発信していくことで、世の中に有意義な情報が届けられる、こうやってクリエイティブ業界全体をサポートしていくことが Adobe にとっては最も大きなバリューとなるんじゃないかなと思ってます。はい、以上。次回はキャリア支援って何と題して、レジデンシーで支援してもらえる数々について伝えていきたいと思います。今回もありがとうございました。